オクサナ・アレクサンドロブナ・チュソビチナは、ウズベキスタン出身の元女子体操競技選手。7歳で体操を始める。1990年にソビエト連邦のナショナルチーム入りし、1991年世界体操競技選手権で金メダルを獲得。ソビエト連邦の崩壊を経て、独立国家共同体として出場したバルセロナ五輪でも団体金メダルを獲得した。 当時17歳だったチュソビチナは、バルセロナ五輪後も、祖国のウズベキスタンで現役を続行。しかし、ウズベキスタンの経済状況は芳しくなく、1994年、アジア競技大会では、有力選手以外の派遣を中止したため、団体総合に出場できないといった苦難もあった。1997年に、東京のレスリング選手であるバホディル・クルバノフと結婚。 翌年にアキレス腱を断裂し、選手生命の危機に直面する。リハビリ中の1999年に、長男アリーシャが誕生した。しかし、2002年にアリーシャが白血病を発病し、ドイツで治療を受ける。夫妻は、国際的な実績があったため政府から年金が支給されていたが、治療費には足らず、チュソビチナも長馬に出場を絞って、競技生活を続け、 スポンサーを探した。2003年世界体操競技選手権では金メダルを獲得する。しかし翌2004年のアテネ五輪では予選の一本目で転倒し予選敗退という不本意な結果に終わった。2006年にドイツに帰化。同年10月の世界選手権では直前に国籍変更が認められ11年ぶりに団体総合にも出場。2008年 自身5度目、ドイツ代表として初のオリンピックとなった北京五輪では個人総合で9位と検討。そして長場では銀メダルを獲得した。2009年に再びアキレス腱を断裂。さらに肩を痛めたため、しばらく大会から遠ざかるが、2010年世界体操競技選手権に出場した。同年のアジア大会では母国ウズベキスタンのコーチとして参加。 翌年の世界選手権で再び長馬の銀メダルを手にした。2012年、ロンドン五輪で女子体操選手として初めて6度目の五輪に出場した。長馬種目別で5位に入賞した。翌2013年以降、ウズベキスタン代表に復帰。同年4月より、朝日生命体操クラブの選手権コーチとして定期的に来日しており、9月の全日本。 社会人選手権に同クラブ所属として出場した。2014年、ニガはアジア競技大会に出場し、団体総合で5位、種目別長馬で銀メダルを獲得した。2016年、41歳でリオデジャネイロ五輪で女子体操選手として初めて7度目の五輪に出場するとともに、長馬種目別で7位に入賞した。 翌2017年の世界選手権でも同種目で5位入賞。2018年43歳でジャカルタアジア競技大会に出場し、長馬で銀メダルを獲得した。2021年46歳で8度目の五輪となる東京オリンピックに種目別の長馬で出場。今回が最後の五輪になると表明していた中で予選1回目の演技で、 自身の名前がついた大技、チュソビチナを成功させ、2回の演技をミスなくいった。結果は2回合計で14.166と、決勝進出ラインの8位には0.4点、届かなかった。それでも、演技後には他の選手や大会関係者から拍手で称えられた。この演技を最後に、現役引退を表明した。ありがとうございます。